旧駅社ホームより、友部方面を望むホームより、小山方面を望む、稲田駅は、茨城県笠間市稲田にある、東日本旅客鉄道を水戸線の駅である。当駅は、笠間市の西部に位置し、同市の継承地、石切山脈役、念年寺、稲田神社の最寄り駅である。稲田三影石を輸送するため、石材業者の鍋島、彦七郎が、地元民の協力の元用地を、 日本鉄道に提供して1897年に貨物駅として開業したのを始まりとする。翌年からは旅客の取り扱いもするようになったが主力は石材の輸送であり、最盛期の大正時代には1日平均貨車30両以上の発送があった。石材運搬に必要な設備が設けられ、駅北側には石材を積み出すための稲田に車軌道も付設されていた。 駅舎は1898年12月に竣工した。駅舎が長らく残っていたが、老朽化により建て替えられた。現在の駅舎は2012年10月に着工し、2013年3月6日に、供用開始された。地元の稲台市を使った木造平屋建て49.6平方メートルの駅舎で、2014年には隣接して、市営の石の展示施設、 石の100年間が開館している。相対式ホーム2面2線を持つ地上駅である。互いのホームは古戦橋で連絡している。駅舎は一番線に面している。友部駅管理の簡易委託駅。簡易水下改札機が設置されている。JR 東日本によると、2020年度の1日平均乗車人員は119人である。2000年度以降の推移は、 以下の通りである、注釈出典、ありがとうございます。